口裂け女とかさ、はいはい、流行ったじゃん子供の時に。口裂け女ってそんなまた誰も知らんねん今の子いや懐かしの、はい、あ私あれ怖くて、アベノマスクやったら全然出てきようだもん。そう、だから口裂け女がほんと怖くてさ、あの小学校の時、はい、お掃除当番がそのちょっともあの希望の森とかでほら理科の実験するような森作ってたじゃない小学校で、お掃除当番がそこだった時必ずこれが出ると思ってサボってたああいうのでジャニーさん信用するというかこうほんまにおるとか思う子、ね、子供の時はねオカルトとか最近はどうなんですか。最近はね全然怖くないっていうか日々そういう仕事してるからさ。え、なんでオカルト怪物くんを相手にしてんすかみたいなある意味ねなんか怖い仕事来るよ。事故物件に住めたら住めます。多分住める。それ一回住んでみてくださいよえ、ほな横であのまた血の匂いがするとこで飯食えます。それはできへんわ。できない、うん、でもまあ大概お化け的なものは怖いほらスポットあるでしょ、うん、行けって言われたら行ける。霊感はどうなんでしょ。霊感、なかったらできんわね、この仕事、ね、ある方やけど、逆に怖がってたらできんやろ。僕は基本的にその霊感がないから、一緒一緒全くわからない、むちゃくちゃ鈍感やわ。霊感って言っても、その何だろう、見えるとかいうよりも、どっちかって私はほら、それを取り払う側やから。え、それどうやって、いやいや、まあ、あんた乗り立ってなとか。そうそう、キャーッと、まあ僕はこう来るじゃないですか、でもこの人についてるかどうかは見えてるってことですか。ついてるかどうか見えるっていうよりね、人相でわかんねえ人相顔に出るねん、うん、ついてると。いや、それただ顔立ちが怖いとか、ただそれちゃうの。それ だから 目のこの なんていうの眼球の中とか見るんだけど、あのね、やっぱり瞳孔の形とかいろいろ見るわけよ。ついてます、ね、それ今ついてたらここに笑われてるいや、黒いちゃんがついてても、どの地域のね、あの霊なのかとか。ついてる人いるよ。あの、そういうスポットに何気に行って帰ってきたらついてるとかあるよ。へぇー。だからついて、つきやすい人、つきにくい人もいる。いてるいてる、つきやすい人いる。で、つきやすい人つくけども、勝手に取れる場合もあるからね、自然に。それなんでつくの、うん、それはもちろんエネルギーだから。磁石でこう吸い寄せられると一緒で、エネルギーやから、ほら静電気起こるじゃん人間って。どういうタイプの人がつきやすいとかつきにくいとかって、それはもう、それね、感受性豊かな人。そう、俺微妙なんや。繊細で感受性豊かな人。いや、俺感受性は強いんやけど、そういうのは全然感じないから。いや、俺はほんまあの中2ぐらいの女子中学生ぐらいの感受性ありますよ。それ自分で言うから。いやいや、言うたらほんまにもうタンポポ色した。少女ですよ私。それ言うたら僕もありますよ。あれ、まあ人それぞれね、うん、まあ、そういう霊感とかはね、ほんまにあの、まあ、感じないからわからないという、うん、うん、あのいろんな感受性があんねんけども、うん、まあ、ある得意なあの感受性、はい、で気にしやる人が、ね、ピュアって言ったらいいのかな。純真無垢で、なんだろう、少年の心を持ったまま大人になる。え、なんかついてる人の方が少年っぽいってことですか。が多いかもしれないね。そう言うたら俺一応そのカテゴリーはもうけどあかんわ。 あれかな、そういう例とかも俺についてはなんか言われそうやがちゃ。やかましいね、やかましいね。あいつ来よったねとか、このさの騒がしいかもしれない、うん、ついてるだけでもうこの寒さ寒さどっか行こうとか、ずっと語られるとか ね聞いてえなとかね。でもなんかやっぱり入りやすい人はいてる。いや、よくあのフリするっていうか、あの気を引くためにね、なんか私ちょっととか、なんかそういう人も、まあ、グレーな人おるじゃないですか。人に目向いてほしいから、しらしらしいのは全部アウト。アウト、うん、あのつくのってその ついてるのは一人っていう。いやいや、それは一人じゃないでしょ。いっぱいつく人もいるし、いっぱいついてる人もいるし、最高どのぐらいついてる人。そんな最高な何十人もついてる。え、稲葉物置みたいな100人乗ってるどんだけおんねんお前すごいやろね、うん、キングギドラみたいなそれすごいけどね。あの CM ほんまに100人乗ってるから ねずっとつけてるわけじゃないから、ね、その時入れ替わるっていうか。入れ替わりますの。だからついてる時とついてない時があったり。ほな同じやつじゃないねや。同じやつがついてる人もおるけど、うん、まあその時え、ほな例えばですよ、ジャスミンさんが、うん、あの例えばクロエちゃん見ました、あ、ついてると思ったら、あ、クロエさん、あんたの後ろについてる人2ヶ月前コノリちゃんについてた
やつやんとかそのパターンないんすか、人変わったとか会ったことないけどあるかもしれんね、その宿狩りみたいにね、やすみさんの占いの前で、うん、あるかもしれん、僕が言ってそれがね、はい、ごめんね、はい、あるかもしれへんって言ったのは、あの大体ね死んだ人ってそんな悪さしないのよ、みんな怖がるけど怖くないのよ実は、うん、実は怖いのは生き量やねん、生き量、生き量だからついてるってよく言うけど、うん、ついてるのは人の念で生きてる人の念の方が多いってこと、ほうほう、あ、ほな、あの藁人形とか、そう、ああいうのはちょっと怖いよっていうことです、ね、生きてる人の念がつくってこと、そういうこと、だから死んでるとほんまに悪させえへんねん、ほんまは、まあ、仏さんやからやっぱええ人なのね、だから戦争さんがついてたらよかったりとか、あ、そうだもんね、うん、だからあんまり悪いことはないね、うん、生きてる人が怖いのよ、みんなさ、それだから普段からどんだけ悪いことしてたかっていう話でしょ、そうそう、だからやっぱ心にやましいことがあるとやっぱそういうのがついてるってことや、ほんなら純粋無垢な人がつくわけじゃないじゃないですか、純粋無垢な人は感じやすいの、それがだから他人の感情が映るの、ここに泣いてる人がいたら、はい、悲しくなるでしょ、座っただけで、 そんなんで好き寄りますの、うん、だからある種想像力豊かで優しい人っていうのは感情が移行するってこと、はあはあ、だから映るわけ、映るからこの人が悩んでるのに自分が悩んでるような気になって思い込んでいくっていう恐ろしい現象が起こるのよ、なるほど、いやこれ一つちょっと参考になったと思うんでね、うんうん、私もねやっぱり人ごとも自分ごとやと、そうそうそう、うん、そうなるからね、本当に純粋な人はね気をつけてください、はい。